皆様お世話になっております寮寮でございます。今日もですね、深夜まで、ライブ配信お付き合いいただきありがとうございました。でその後ですね、寝ようとしたらスマートフォン iPhone から通知が来まして、1時半過ぎでしたっけね、スーツくんが突然ライブを始めていたので、ついつい見てしまいました。でその中にですね、スーツくんは思い描いた人生設計になっていますかという視聴者様からのチャットに答えられてですね、当然、答えはノーということでございました。僕もねノーなんですよね、そこは。まあ、子供の時からこう将来先生になりたい、アナウンサーになりたいとか、まあじいちゃんが政治家でしたから、まあそういうね、こともとかいろいろ思っていたところ、まあおかんが高3の夏休みに倒れて、進学ができずということで、まあこれもよくお話ししてる内容なんですが、おじが勤めていた、パチンコ店の会社に、18で就職をして、その時もですね、その会社は建築会社も合わせて持っていたので、会社からですね、夜間の専門学校、建築系の学校に行くお金を出していただいてて、2年通って、建築士の、まあ、2級なんですが、資格を取れば建築の方にという話でもともと就職いたしましたが、学校の勉強についていけず、1年で専門学校は辞めました。でただね、お金を出していただいていたので、まあ、交通費もなんです、あの学校までの、大阪から奈良都から大阪までので、学校辞めました。でそれでね、パチンコ屋さんも辞めますじゃあまりにもこう無礼すぎますんで、まあ、それで、まあ、パチンコ屋さんにそのまま、最初はね、非正規というか、まあ、一応アルバイト扱いで入ったんですが、19で、その学校辞めてから正社員になって、まあトントン拍子に、まあ、おじが店長だったということもあって、出世をして、もう当然ですね、もう死ぬまで、その会社に骨をうずめて、働くんだろうと思ってたところ、36の時にですね、まあ、ちょっと会社内でトラブル、大喧嘩をしてですね、社長さんの身内と、まあ、それで会社を飛び出して、まあ、今に至るみたいなところで、もう大幅に人生設計とは違う生き方をしてるわけなんですよ。まあね、LGBTQ を公言してるわけで、そのもちろんね、同性しか好きになれないというのも、人生設計からは大幅に外れていることですし、まあなんていうんですかね、僕のチャンネルの視聴者様はお若い方はほぼほぼいらっしゃらないので、だいたいもうほぼほぼね、もう9割方同年代から上の方がご覧になられているんですが、例えば視聴者様のお子様またはお孫さんがですね、まあ、一般的なというか、ちゃんと学校に行ってちゃんと就職をしてちゃんと結婚をしてという人生を歩まなかったとしても、それはそれで、まあそれの方が普通なんじゃないかと思っていただきたいなと。僕よく思うんですが、土日がね休みっていう常識がどうしても日本ってあるじゃないですか。でもに僕も土日が必ずしも休みではない仕事をしてますんで、
そうすると、その土日が休みっていう常識は当てはまらないですよね。まあ、それと同じように人生も、必ずしもこうやって生きなきゃいけないとか、そういう一般的な考えにそぐわない生き方をしても、まあ、それはそれで仕方がない部分だと思うので、お子様やお孫さんがもし普通じゃない生き方をしたとしても、それがその方の、ね、人生でございますので、まあなんていうのかな、それ人の道、法律から外れたようなことをすりゃ怒らなきゃいけないとは思うんですけど、そうじゃなかったらぜひ温かい目で見てあげてください。例えば今こういう状況で就職などもなかなか難しいという状況だとも聞いております。特に学生さん、大学生とかでも就職本当に大変らしいです。大学行ったのに就職しない、プラ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 してるんじゃないかみたいな感じで、もしお子さんお孫さんがそうされてても、もうそれはそれで、まあちょっと温かい目で見てあげてほしいなと。で、僕もね、YouTube やってるわけですけど、万が一お子様お孫さんが YouTube でも追っ始めて、それでね、スーツくんみたいにこう年収何千万みたいになったら、それはそれでその方のね、人生成功にもなると思いますから、そういう生き方もあるということをちょっと皆様で考えてほしいなと思いました。ちょっとスーツくんのライブ配信を見てと話したくなって、まあこれアップロードは朝にしますけど、夜中ですが寝る前に一本撮りました。ということで、まあ PCR なんですけどね、まあ、頑張っていきます。ではありがとうございました。